皆さんこんにちは、森田のドラムスクール大阪高校の石原匠です。本日は初心者の方向けに電子ドラムの選び方っていうのを解説できればなと思うんですけれども、そもそも電子ドラムのメリットっていうところをちょっと触れていきたいんですけれども、どうしてもドラムっていう楽器の性質上めちゃくちゃ大きい音が鳴っちゃうんで、一般的な住宅とかで、アコースティックドラムを鳴らすっていうのは、正直厳しいっていうところが、ほとんどじゃないかなと思うんですけれども、その電子ドラムがあれば、自宅でもそのドラムセットを叩けるっていうのがあって、そのスタジオとかに行かなくても、実際のドラムセットに近いような環境で練習ができるので、その練習そのものに対するハードルがぐっと下がるっていうのは、大きいメリットかなと思います。じゃあ今回は実際に選ぶ時のポイントっていうのを3つに絞ってみましたので、1個ずつ解説していこうかなと思います。1個目のポイントとして、パッドの種類っていうのを見てほしくて、スニアとかタムとか太鼓類ですね、あそこの座面の叩くところが今素材としてはメッシュ、シリコン、ラバーの3種類があるんですけれども、この中のおすすめがメッシュヘッドですね。メッシュヘッドのメリットっていうのが、まず叩いた時の打音っていうのが、かなり静かな方 でかつ実際のドラムみたいにテンションボルトっていうボルトが周りについてて、張り具合を変えられるんですよね。なのでその、実際のドラムセットに近づけたりとか、自分の好みとかに合わせてそのヘッドの張り具合っていうのを調整できるっていうのは大きいメリットかなと思います。でプラス、どうしてもやっぱりヘッドなんで消耗品にもなっちゃうんですよね。でもその破れちゃったりとかしても、比較的安価で交換ができるっていうのも、いいところの一つかなと思います。じゃあ次2つ目のポイントなんですけれども、バスドラムを見てほしくて、バスドラムには実際のキックペダルを使用できるモデルっていうのを選んでほしくて、というのも結構安いモデルとかだとスイッチタイプみたいなやつで、ちょっとふにゃふにゃっとしたペダルがついてるモデルがあるんですけれども、これが結構実際のペダルとの踏み心地っていうのはかなり変わってくるので、実際のドラムで叩こうとすると、結構差が大きくて、踏めなかったりとかっていうこともちょこちょこねあってしまうので、キックペダルを使用できるモデルを選んでほしいなと思います。では、3つ目のポイントなんですけれども、シンバルの枚数っていうのを見てほしくて、安価のモデルの電子ドラムってもともとがその2枚しかシンバルがついてない、そのクラッシュとライドだけとかっていうパターンが結構多いんですけれども、実際のアコースティックドラムの、デフォルトのセッティングって大体クラッシュが2枚と、ライドシンバルが1枚ついてる形なんですよね。なのでその実際とのドラムセットとの差を減らすためにも、できるだけ3シンバルのモデルっていうのを選んでもらえたらいいかなと思います。はい、じゃあ最後にですね、僕が個人的にお勧めしたいなってモデルが2つほどあるんですけれども、今回は初心者向けってことなので、できるだけ安価なモデルっていうのを選んでご紹介したいなと思います。じゃあおすすめモデルの1つ目ですね、ローランドの TD-07DMK ってモデルがあるんですけれども、これがヘッドが全部メッシュヘッドを採用していて、でバスドラムも実際のキックペダルを使用できるタイプ、パッドのセンサー感度がすごいいいので、細かい表現だったりとかもすごい練習しやすい、この価格帯にしては音源のクオリティがすごい高いので、めっちゃ気持ちよく練習もできるかなと思います。あと、Bluetooth でスマホから音源を飛ばせるので、自宅でその曲を聴きながら練習したりとかっていうこともすごいやりやすいかなと思います。でこのモデルが一応デフォルトがその2シンバルのモデルにはなってるんですけれども、シンバルのパッドをね追加することもできるので、それで3シンバルにしたりっていうこともできます。こちら価格なんですけれども、本体がだいたい9万6千円ぐらいで、それプラス椅子だったりとかドラムマットだったりとかペダルだったりとか、また追加のシンバルとかっていうのをもろもろ含めて、もちろんメーカーとかによってね値段ちょっと多少前後はするんですけれども、だいたい15万円以内には収まるんじゃないかなとは思います。2つ目のおすすめモデルなんですけれども、アレシスのクリムゾン2スペシャルエディションっていうモデルがあって、でこちらもローランドと同じくでパッドが全部メッシュヘッドを採用していて、バスドラムを実際のキックペダルを使用できるタイプで、音源のクオリティ もう練習用としては全然十分じゃないかなっていうぐらいはあると思います。こちらはもともとシンバルが3枚ついているタイプ、クラッシュが2枚とライドがついていて、でさらにこれライドシンバルの叩き分けっていうのができて、端っこを叩いた時と真ん中のカップを叩いた時の音の差をちゃんと表現できるに加えて、
まあ、それとは全然別でパッドを1つ追加するっていうこともできます。でこちらはあの Bluetooth とかはついてないんですけれども、普通に有線であのケーブルでつないであげれば、まあ、あの音源を聞きながら練習っていうこともできます。こちらが価格なんですけれども、本体価格がだいたい13万円ぐらいで、まあ、プラスその、まあ、先と一緒で、まあ、ペダルだったりとか椅子だったりとかマットだったりとかっていうのを入れて、まあ、だいたい15万円ぐらいにはなるんじゃないかなとは思います。でも価格に関してはもう2モデルともなんですけれども、まあ、その販売店だったりとか、まあ、あのメーカーだったりとかによって、まあ、多少やっぱねお値段変わってくるっていうのはあるので、まあ、あの近くのね楽器屋さんとかで聞いてみてもらったらいいかなと思います。はい、今回はこんな感じでした。まあ、どうしてもねドラムを毎回そのスタジオとかで練習しに行こうと思うと、まあ、お金もかかるし、まあ、手間もかかっちゃうし、まあ、それでその練習のねモチベーションが下がっちゃったりとかっていうこともあるかもしれないんですけど、まあ、家でその実際のドラムセットの環境に近いようなところで、まあ、練習ができるっていうのはあのモチベーションの維持にもつながるんかなと思うので、まあ、一度検討してみてもらってもいいかなと思います。じゃあ今回もありがとうございました。さよなら。